はい、では新作をご紹介していきます。今回も子供の冬の情景をテーマに作りました。前回同様、可愛い女の子のアンティークのポストカードですね、表紙のクロージャーとしてくるくるくると、このリボンでですね、ぐるぐる巻きに結んでます。この子は今回こんな感じのお洋服を着ていて、ちょっとね、ニヒルな笑みを浮かべてますね。クマちゃんと猫ちゃんとまた一緒に写ってます。青いコートを今回着てますね。で、表紙がこういうまたファブリックのレイヤードをしてまして、ポケットがここと、あとこのこっちもね、ここも入ります。なんでこういう感じでもまたシックで可愛いと思います。で、そうですね、ここ手縫いと、あとミシンステッチをかけたり、あとこれがアンティークレースで、複雑にこうレイヤードしています。で、では中をですね、ご紹介していこうと思います。いきます。こういう感じですね。で、ここがですね、まあ、前回同様、雪の中の遊んでいる子供たち、また違うシーン、違うポーズになってますけど、これをこう飾るように入れました。で、ここには手作りのね、このアンティークのレースリボンみたいなのを結んでるタグと、あとタイプライターしたこの古い紙ですね、を入れてます。で、これはちょっと水玉のレースですね。で、こっちが氷漬けしたような、なんかこうイメージで作りました。氷漬けした花みたいなイメージですね。で、これがちょっと透明で、後ろの入れてるものが透けてるんですけど、こういう感じですね。で、この中にはこの手作りしたこのカードですね。で、ここには押し花をレイヤードして、冬のね、男の子の、だいぶ着込んでる男の子のね、不機嫌な顔が可愛かったんで、こういう感じで飾ってます。こっち側にね、透けて見えてますね。で、これが、凍ったこのツタみたいなイメージで、で、こちらが冬の、街ですね。で、この雪の模様がある辞書をコラージュしたりしています。で、こちらが手作りの、また前回同様作りました、このアディークのクロモスの、今回女の子のサンタさんですね。で、後ろはちょっと洋書とか紙物挟んでますけど、で、これをこう、かわいいですね。で、こっちはポケットになってまして、ポギティとかこう紙物類をですね、入れてます。この雪のイメージで、ペイントしてます。で、ここがファブリックのタグで、これがね、こんな感じですね。で、この古い、何ですか、メジャーをレイアウトしたり、これの、まあ、いろいろレイアウトしてますね。で、ここがポケットで、紙物で、アンティークのこの、何ですかね、紙物類を入れてます。子供がいたり、とスキーをしてたり、こう雪が降ったイメージでペイントしたりしていて、で、こうエスキモーみたいな男の子がいる、新聞ですね。これをコラージュしたりしています。で、これが、クリスマスツリーですね、の、写したヴィンテージの写真ですね。で、ここがレシピですね、パイのレシピを入れてます。で、こっちが、ペイントしたページ、コラージュしたページで、で、ここが手作りの、カードですね。ちょっと雪のこの寒い、こう、キラキラした空気感を表すように、ちょっと、作ってみました。で、これね、コラージュしてまして、エコダイペーパーの冬のね、空気の中の、草花みたいな感じで作ってます。で、これがアンティークのレースですね。で、ここがちょっとね、もみの木があったりして、コラージュしたりして、ここが、グリーティングカードですね。手書きの、
のね、キラキラした可愛らしいやつですね。これが、ヴィンテージアンティークかな、ポストカードで、モミの木があるね、この雪山の景色ですね。で、この辺はね、あのエンボスしてペイントした紙をタックスポットにしていて、でこれクロモカードですね。子供たちが家で遊んでいるようなシーンだったんで選んでみました。でこれがね、またクリスマスツリーがある木馬に乗ったこのね、前髪パッツンな男の子の可愛い写真のページですね。でコラージュしたり、ここがね、シュガーパケット、このね、トナカイさんがいるんでこれにしましたけど、ここにね、冬っぽい子たちのペーパードールをセレクトして入れたりしてます。で、このね、スケルトンなポケットにはまたこの冬の情景としてね、マフラーを巻いた男の子のヴィンテージ写真をね選んでみました。ここに5分に入れるとちょうど男の子の顔が丸の中に見えます。で、ここがね、あのイギリスのヴィンテージの何でしたっけ、これあのあれです。ああ名前が出てこない。ビンゴじゃなくて、あれです。それです。でこれがですか、クリスマスツリーとこのオーナメントをイメージしてサンタさんとか。でここにね、移動ポケットですね、こういう風に挟んでちょっと冬っぽくね、ペイントしたりして作りました。あ、ドミノです、ドミノ、ドミノピースですね。名前がね、出てこないんですよね。で、これを、こっち側が、冬のね、景色のこうキラキラしたコラージュしていて、あとはこの窓からね、眺めている情景なんで、このペイントして雪っぽいペイントしてますね。でここがまた男の子の後ろ姿、雪の中の後ろ姿なんで、このペイントしてエンボスした雪の結晶みたいなページですね。でこの辺もコラージュしてて、これが雪の中のね、あの忘れな草のポストカードだったんで、ここに、ね、選んでみました。こことのね、色味があって可愛いなということで。これが、教会の子供たちのミサかなんかのシーンですね。で、ヴィンテージの写真です。ちょっと止めてみました。で、これがスキーをしているところとか、あとこのね、冬の寒空の中の子供たちのページとか、とかメモの類をね、チケット類を、あと、まあ、小切手とかね、入れてます。でこれがアンティークの何でしたっけ、キルトですね。で、この辺もいろいろ紙物類をペイントしたね、雪っぽいやつに入れて、これがソリに乗っているシーンですね。で、ここが、子供たちの、ね、このジャラジャラでね、ぶら下げてみました。サンタさんのトランプと。子供たちのポストカードですね。で、ここがこんな感じで、で、これがの算数のカードに、こういう風に小さなこういうスポットを作って、で、これはアンティークのあのポストカードをちょっとペイントしたり、あとここがですね、ヴィンテージ、アンティークの小さい、封筒なんですけど、中にはクリスマスとか冬っぽい、紙じゃない切手とかのラ、なんですか、その小さいもの入れてます。この辺ね、ティーカードとか、単語カードとか入れてます。で、こっち側がクリスマスのカードですね。なんかこれね、可愛い女の子が写ってますね。でこれクリスマスキャロルって書いてある、児童書のページですね。ここのタックスポットに挟んでまして、後ろには、このね、アンティークの1873年のすごい古いお手紙ですね。
短いお手紙ですけど、これをこの中から入っ中にこう入れてたのを出してみたんですけど、これをこういう感じで飾ってます。以上です。